おぎやはり、アンジャッシュなどが所属する芸能事務所、プロダクション人力車は17日、公式ホームページで、所属するお笑いコンビ、しめじの寺本大輝、寺本大輝さんが13日に交通事故のため都内の病院で亡くなったことを発表した。23歳だった。すでに葬儀、告別式は取り行われたという。寺本さんは大阪府八尾市の出身、兄の寺本太郎、2号、と17年8月に、しめじを結成、今月もライブなどを告知していた。人力車は、突然の悲報に社員、所属芸人どもに未だに現実を受け止めきれない状況です。人力車の仲間になって4年、芸人仲間に支えられ、ファンの皆様にも愛される存在でした。今まで寺本大輝を応援し、笑ってくださった皆様に心より感謝いたします。とコメントを発表している、ネットの声、交通戦争、と呼ばれた時代に比べれば激減しているとはいえ、それでも年間3000人が亡くなっている交通事故は怖い。この日曜日に行ったお笑いライブで、ネタ中は楽しそうにしてた芸人がエンディングトークでなぜか顔面蒼白になっているというハプニングがありました。ごめん今は話せない。23日したらわかるよ。と言っていたのはこういうことだったのですね。誰かまた解散かとその時は思っていたのですが、もっと悲しい。悲しい事故が多すぎる。明るいニュースって、最近ないよね。人力所属の兄弟コンビの芸人さんですね。プロの事故でしょうか。年齢的にも。まだまだこれからなのに、最近、一件何か事故や事件があると、続けて似たようなことがあるね。なぜだろう。初めて聞く芸人コンビだけど、同年代の子供がいます。社会に出てまだまだやりたいこと楽しいことが増えてきて視野が広がりつつある年齢だったと思います。ご本人が一番無念なことでしょう。ご冥福をお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。